どうも、カズです。今回はですね、カービィ合宿エクストラの、カービィファイターズ2のね、ストーリーモードの第3章をね、やっていきたいと思います。私が今選んでるのコピー能力はハンマーです。攻撃力が売りの売りっていうか、攻撃力を強くしすると有利に進めるハンマーでやっております。表記上はね、4章とかクリアしてるようにっていうなってますけれども、今ね、夏合宿エクストラモードで、夏合宿のエクストラモードでやっている時はね、前回第2章でねクリアしたっていうところで、これから第3章へ向かっていくというところでね、ちょうど終わっておりますので、今回は第3章やっていきたいと思います。さあ、カービィで第3章を選ぶとやっていくぞ。さあ、バディはもうかわ、さあ、バディは前回も前々回もずっと同じマホロワさんです。もう本当にもうパワー系というか、本当にもうね、サポートに頼りきりの状態になって、頼ってのね、私、挑戦になると思いますが、頑張っていきます。そう、僕が あんまり上手な方じゃないから、能力の高いバリーさんをちょっとね、仲間にしまして、それで、ね、そうやってね、力を借りつつ、たまに、任せつつやっていきたいなと思います。もちろん僕のね、ハンマーの僕のパワーでゴリゴリ押してね、役に立てるように頑張っていきたいと思います。ではでは、第3章大王と騎士への挑戦やっていきましょう。スタート。よし、第3章だね。一瞬押し間違えたかと思った。穏やかなレスラーレベル1。さあ、行くぞー。さあ、いいシールもらえるかな。全15回だね、今回は。おー、ここは結構、引かれたりするから気をつけなきゃいけないところだ。おー、危ない。あー、バリー。バリー。あー、引かれてしまった、バリー。よいしょ。あー、引かれた。俺も引かれた。ここは体力が減っていく経過。うわ、危なーい。かわしゅー。回復、ほい。回復大事よ。よいしょ、あー、それはちょっと危険か。あー、しかりさー。いてててて。あー、ぺった、あー、平らに。ここのステージは気をつけないと体力がガクンと減っていくぞ。気をつけないと、本当。さあ、いいアイテムをください。頼みますよ。本当さん頼むよ。よし、パワーアップだね。パワーアップだけど、レベル1か。できればもう少しレベルの高いのが欲しいな。ランク一応59あるかな。一応ね。もう少しいいのが出てくるはずなんだけどな。あとはレアアイテムをうまく引けるかどうかだね、本当に。まあ、レベル3あたりまではそこまで、まあ、大丈夫だとは思うんだけどね。自分でも、多少のご利用しは、いいとは思うんだけども。おー、危ない。おー。よいしょ、回復。お?回復する途中で終わっちゃった。うおー、早い。早くて、回復する間がなかったよ。よいしょ。ここで、レベル、もう少しだった。ランクアップまで。さあ、何が来るかな、今度は。なるほど。地形ダメージのマコ守りか。まあ、あっていいでしょう、かなり。
ハプニングスターの出てくるアイテムはハプニングスターだらけか。マホロはバディとバディレスラーとマホロワさんのコンビか。どっちが最強のコンビか。奇妙じゃないか。おりゃー。今一瞬相打ちしなかったか。そういう風に見えたけど、マホロワの攻撃同士が、そういう風に見えたぞ、今。おいしょー。僕が押していく力で、さあ協力して倒していくぞ。おりゃー。ほぼボコボコやってるだけ。溜め打ちしとらんっていうね、俺。でもハンマーってこうやって、多少強引でもいけるのが、ちょっと感謝で、ありがたいところだったりする。そう、あんまり技術がないからこそなんだよね。ストーリーアイテム。ランク61で、高速チャージの石、レベル5、呪いが解放されたそうだ。そうか、そういう呪いとかそういうのっていうのは、デメリットもあるってことか。スーパーアリア、呪いのリング、自動回復、呪われたリング、バトル後の自動回復がなんと3倍にアップ。代わりに食べ物が一切出なくなる。オートガードレベル2、オートガードアップか。時々自動でガードしてくれる。もしもの時が来ると。バディの賢さアップが一番重要だな、そうすると。で、賢さアップして今より強く頼もしくなるのはありがたい。あとは、ボスのものが欲しいな。できれば理想としては、そう、ボス系のバッジがあると非常に倒しやすくなる、ボスが。そこなんだよな。そこのうまい引き具合がね、大事なんだよな。ほんと。結構、いろんなものがあるからね、ほんと。よいしょ。そこだよね、ポイントとして重要になってくるのは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。待って、よいしょ。まあ、なんとかね、まだレベル3じゃない、第3章のところはまだね、押せるが、アイテムがいいのが来てくれないと、ちょっと、困るかな。来てくれ、いいアイテム。攻撃なし、体力なし、回復なし。ならば攻撃アップ、少しだけでも攻撃力アップするのがいい。ただ、ボスに有利に働くアイテムもそろそろ欲しい。まあ、体力よりも攻撃も体力も両方欲しいところではあるけれども。同じレベル1ならパワーアップでゴンゴン押していくのがいいでしょう。この第3章あたりぐらいまでは多少はこうやって押せるだろう。おお、マホロワさんが賢くなってすげえか、パワーがすげえ。火力すげえな。よいしょ、一人。はい、もう一人。はええー。マホロワさん賢くなったらより、すげえ強くなった。すげえ、あっという間だ、本当に。どんどん先進めるじゃん、本当に。アイテムー。ゴースト強化。回復の。なるほど、ゴースト強化は、ゴーストに並ぶまでの時間が少し短くなるのか。復活した時の体力も少し上がると。まあ、でも、高速チャージの石が一番無難かな。鬼殺しハンマーのために使えるから。地形ダメージ2倍の魔。聖女仕掛けから受けるダメージが2倍。お守りを持っててよかった。お守り持っててよかった。先に保険かけといてよかった。おりゃー。おいしょ、おいしょ、おいしょ。よいしょ。ああ、まあ、こっちもダメージを食らう可能性もあるけれども、多少押せるよね、これで。おりゃー。おいしょ。
で、自分で当たった、いてててて、あー、とも、あー、潰された。なんとか回復したいよね、ここは。おー、回復する前に倒しちゃった。回復、ある程度しとかないときついよね、これは。まあ、スコアの方は、伸びていくけれども。ちょっと、やられそうだよね、このままじゃ。スコアアップシール、いやー、それはちょっと今いらないかな。高速チャージも必要だけど、体力欲しいな今は。レベル3だし、これで少しは戦いやすくなるか。ツインウッズボス戦か。第3章のボス、大王と騎士への挑戦のところで、塔の途中で再登場、日本の巨木が当選法。結構体力ないんだけどな今。ツインウッズ再び行くぜー。おりゃ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 、回復系欲しいな。ないのかな。ないか。おりゃりゃー、よいしょ。あー危ない、俺やられる。あ、死ぬ、やばい。ハンバーガー強え。あ、はい、どうぞ。あれ、よいしょ。あー、ゴールドー、危ない。よいしょ、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 あ、チェリー落ちてる。あ、よしよし、少しでも回復を。よしよしよし、おー、切れられてる。でも、押すしかねえ。こう、どうだろうな。危ない。あー、いやー、回復系、来た。牛乳、ほい。よいしょ、いけいけいけ、おりゃ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 、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、ケムシー、おりゃおりゃおりゃ、危ない危ない、わお、もう、回復、うわー、回復できた、オッケー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 、よいしょ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 、おりゃー、ゴリゴリに寄せる、いけー、よーよーし、回復もできて助かった。でもさすがにね、再びってとこだけあって、なかなかの手応えなんて言ったらいいんだこれ。いやなかなかね、なかなかのちょっとねレベルが上がってたね、やっぱり。さあ何をもらえる。回復か、自動回復の方か。でも最大体力のアップの方がいいのかな。でもレベル高いから回復できるやつを少し補助できるぐらいのがいいのかな。まあまだ第3章だからいろいろ試してみるのも一つの手か。あの食料食べ物でなんとか回復をしていくのがいいかな。こういう少しの補差が結構大きいかもしれないからな。よいしょ。おう、危ない。よいしょ。あー、ゴールドかー。あー、やっちゃったー。いてててて。ちょっと危険だけど。おや。あ、やべ。危ない。危ない。あ、ごめん、マホドは。あー、バディが。ごめんよ、俺のせいで。こういう時は仕掛ける。どうなるかわからんけど。おーし、あい、回復のアイテムまずいな。やったやったよしよしよし。これは大きいぞ。おーしよしよし。あー、回復の途中でー。行ってしまった。でもこの回復は結構大きい。結構減ってたからね、体力。結構いいんじゃねえか、これは。いいよ、いいよ。で、次、スコアアップではなくて、体力ばっかり。そこは攻撃アップやボスの補助に欲しいところである。まあ、体力も大事だけどね、確かに。ワンパンされなくて済むから、確かに。それはわかるんだけどね。おりゃー。多少は押しつつ。よいしょ。
ああ、大変。ああ、マホラーごめん。俺がいけねえ。ああ、これは。ああ、潰れた。いって。おー、いってててて。おりゃー。でもこれで押せる。おりゃ。あ、終わった。よっしゃー。よっしゃー。多少どころかかなりご利用しだろう。まあ大事だからね、こうやって押していくことも。さあ、次来るものは、体力。体力ばっかだな。まあ、いいけど、攻撃アップはどこに行ってしまったのだろうか。攻撃が大事なのに、体力ばっかり、ぐいぐい上がっていく。悪いわけじゃないんだけど、もともと前に突っ込んじゃうからさ、あんまり体力があっても、すぐになくなっちゃうんだよな、体力。ここは足場があんまりいい方じゃない方だ、あっちちちだから気をつけないと。お守りのおかげでなんとか、あっちあっちしつ。なかなか、あれ俺どこ行っちゃったの？見えなくなっちゃった。ああ、回復系。ああ、持ってかれた。なら押すしかねえ。こっちを押すしか、こうやって押すしかない。おりゃー。やばい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 、よくないよくない、流れがどうなるの。それではあー、どうなったのわかんない。よいしょよいしょよいしょ、あー、いて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 、ある意味体力アップで正解だったけども。よし、まず一人、よいしょ、どうなる、どう、あー、攻撃がうまくいかなかった。あちゃ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 あなぜ攻撃アップが来ない。マジで、なんで、チャージしよう。HP はそれなりに上がっている。というか、ここのショーだったらまだ大丈夫。クラッカーの、ま、出てくるアイテムはクラッカーだけ。なるほど。まあ、多少の体力があれば、いいんだけど。パワーがないとね、押し切れないんだよね。押し切りたいところなんだけどな、パワーで。おりゃー、バディが結構体力やばいじゃないか。おりゃー、おりゃー、おりゃー、まずい、よくない、これは。おりゃー、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 いけいけいけ、おりゃー、おりゃー、あー、おいしょ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 、よいしょ、あー、くぼーよ、食われちゃう。よいしょ、あー、しん、マジで、体力やばい。あー、やばいやばい。そこでグーイさん、そこで来ちゃう、こういう風に。回復ここでないな、きついな。うわー、マホロアさんがやられた。よくない、よくない。回復、回復。なあ、回復させる。よいしょ。復活、でも HP やべえ。あ、死んだ。助けてー。助けてー。死んじゃったよ、俺。助けてよー。あー、負けた。Oh, no. マジかよ。いや、ここはね。ちゃんと初めからやってやろう。くぅ。さあ行くぞー。ハンマー。第三章。11階じゃないんだけどな。これ途中からになっちゃうんだ。じゃあここで途中からゴリゴリ押すしかないのか。そういうことになるんだね。
そうか、補助系がもうすでについてんのか。なるほど、そういう形か。とにかく進めるようになっ、アシストはついてくれてんだな、そういう風に。ありがたいことに。よいしょ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 、あ、よし、一人、まずは一人、よいしょ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 。さすがにパワーアップないときついよね。果たしてこれで良かったのかどうかを。とにかく5章をクリアするっていうことを目標にすればいいんだと思われるけど、いや、やられちゃったよ、これ。だから攻撃アップのやつはなぜ来ないのかな。ないときつい、ないとちょっときつめなんだけどな。困ったね。パワーアップないと普通にやられちゃうもん、俺。マジで。来ないのか、来ないね。また俺やられちゃうよ、そしたら俺。さすがにやられっぱは良くないぞ、俺。よいしょ。多少の回復。あ、マフロワさん、あ、いた。よいしょ。グルメレースの、よしよしよし、大量に回復、よいしょ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 、押して押して押して、あー痛いやつも来てる、よいしょ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 、あーやべえ、なんかこれやっちゃったかも俺、ね、あー爆発して、なんだよくわかんねえ、あーよいしょっと、よいしょ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 、殴る、いけ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 、うおーやれー、ペーカー、あー無敵になっててるー、マジで攻撃できないじゃん、しばらくん、危ない危ない危ない、俺焼き芋かよ、そして今度は、よいしょよいしょ、あーちょっと回復系取られちゃった、よいしょ、ほいバリー、おー、いた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 、さあ行くぜー、おやー、なんかダメージ下ってたぞ、なぜか、よし行けー、行っちゃってくださーい、おう一撃、気持ちいい、いいね、いい決め方したね、よいしょさあ、そろそろ本当に攻撃機来てください。頼むよ。防衛ポンポン、高速シール。元気ドリンク。爆発アイテム、強化シール。あんまり欲しくない。どうしよう。あんまり欲しくないパターンだった。しょうがない。爆発アイテム、強化するか。だから攻撃力アップはどこ？いどこへ行ってしまったの、攻撃力アップは。これ第5章でこれ来て、こういう状態だったら俺きついよ。ほんと突破するのまで果てしない道になっちゃうよ。おりゃーおりゃー、おお、かわすのも上手だね、やっぱり。よいしょ、ここよいしょ、はいはい、無敵無敵、攻撃は効かないぜ、おりゃー、こっちの攻撃、おりゃー、あれどこ行ったんだよ、おりゃー、よいしょ、いけー、おりゃー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 、ほとんどアイテム頼りじゃないか俺。まあこれも一つの戦法ということでとか、そんな感じで、そんな感じでね、言っていきましょうよ。いや、活字が回んねえ、うまく。お、来たー、これこれ。これが大事。すごい大事なんだよ、これ。
第5章ではこれを最低でも4枚は持っていないときついという話を聞いている。本当にこれが、うん、制限時間の間、残り時間30秒敵を素早く倒せ。うわー、攻撃力アップ系がないのにどうやってやると、これ30秒でいけっかな。いくぞー。おりゃ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 、よし、もう一周一人、もう一人、ああ、おーし、あぶら十何秒だもん。おりゃおりゃ、いけ、もう一撃10秒、おっしゃー、あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。ギリッギリになってもたってしまった。よっしゃ。次が最上階だ。なんかいいもの来い。体力か。どうしよう。あんまりいいやつ来なかった。しょうがない。体力の方一応やっとくか。陛下 VS、 違う、陛下&デレメタナイト大行と騎士への挑戦最上階。シールは1枚しかないけどな。本物の大行と騎士最上階にたどり着き、水に見つけたのは偽物ではない。オーダーを放つ大行とだった。もう読んでる途中なのに。宿敵の友デレレ大王メタナイト、辛くなっていくぞ。おいて、いきなり、いきなりですか。おいしょ、おいしょ、よいしょ、よいしょ。ああ、引き寄せられていく。よいしょ。おりゃー、よいしょ、よいしょ。攻撃アップがないからきちい。よいしょ、よいしょ。もう最強のコンビだよな、確かに。二人で、二人とも。組んだら強いわな、確かに。よいしょ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 。おりゃー。回復しようぜ。よいしょ。あれに、なんで回復無視すんの？おー、こっち側危ないのか。だったらこっち側でも、ちょびっとずつ減らしていくだけだ。ああ、弾かれちゃってる。やばい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 。はい、体力アップある意味重要だった。よし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 、もうちょっとパワーアップが欲しいよ。でも一定の資格に入れば、今回の今の陛下たちにはそれなりに押していける。おせーって、おりゃー、おりゃー、もう少しだぜー。はい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 、よっとー。どうですか。悔しがってね、覚えてるのって感じで、さらばだって感じか。トゥトゥトゥー、ということで、コングラチュレーション。よし。ボスを倒したこの章クリア、最終スカーをファイターズポイントか。一気に上がるんじゃない、これは。62まで上がった。ナックルヘッドギア、ファイターのレア帽子をゲットしたぜ。各回で待ち受ける強者をバディのパワーで退けながら、ついに本物のデレレ大王とメタナイトにまみえたカービィたち。しかし、あと一歩のところで二人を逃してしまった。二人は戦いによりさらなる絆を深め、天高くそびえる塔の上でパワーを蓄え待ち構えている。新たに手に入れた鍵が導く宿命のライバルたちとの決戦の舞台へ、いざ行かん。第4章、決戦、宿命のライバルたちですね。はい、というわけでね、
今回、第3章ね、やっていきました。クリアしていきました。一回ね、KO されましたけれども、なんとかね、できました。攻撃力アップ系がね、来ないと結構しんどいっちゃしんどいですね、なかなか。でも、なんとかできた。でも、言わせてほしい。うんとはいえ、体力アップ多すぎなかった、今回。自分の引き、体力が重要というふうに、運命は導いたらしいっていうね、感じだったね。というわけで、夏合宿エクストラカービィファイターズ第3章のパートはここまででございます。次回、第4章でお会いいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。